What's going on the YouTube? Welcome back to another video, and today my fellow snowbies, we're back watching some more ReZero. Season 3 has been so... it's been so good, bro. It has been so good. Subaru done got at least 4 deaths. No, I think 3. Yeah, like... Subaru got like at least 3 deaths. Amelia got taken last episode. After a phenomenal, like, just, she was boxing. I didn't know Amelia had hands like that. I'm sorry. I was not familiar with your game like that. I respect you. Yeah, like, it's been really good, bro. Like, this season has been really fucking good, and I can't wait to see more. So let's go get to it. If you guys like when these reactions, as always, all I ask y'all to do is to like and subscribe button. That's it. Let's go and get to it, cause like I said, this shit's been good. And Greed got Amelia. お前は一体あのさ、君礼儀ってものが分かってないんじゃないの？ボクサー最初に名乗ったよね。それが相手と歩み寄る最初の一歩だからさ。先に名乗ってあげたわけ。わかるでしょ。察せるよね。普通はそれをしないってことは、つまり相手の人格の否定だ。他者の権利の侵害だ。無欲で理性的な僕に対する権利の侵害だ。Damn, nigga. そう、それでいいんだよ。相手を尊重することで自らもまた尊重される。当たり前の配慮が住みよい世界を作るんだ。防空説ありがとう。とっとと焼けて消えてなくなれ。Oh shit。やっぱりパームベームにすればよかったですかね。 So those auto been doing while they've been getting killed and shit. Not that motherfucker. Oh my god, nigga, what the fuck? I can't stand gluttony, bro. あのさ、言葉よりも先に炎ってどんな教育受けてるの？君の頭がおかしいのは知ってるし、多めに見てやれなくもない。だけどさ、愛する人を傷つけられたら怒るのは当然だ。それは誰もが持つ当然の権利で、だから僕が持っていて当たり前の復讐の権利だ。 Bro, the animation going stupid this season too. Shit. Oh. That ain't enough, though. Invisible. Oh! Providence. Oh! Still missed.
せね。あのさ、花嫁が傷ついたらどうしてくれるわけ？女の子に優しくなんてのは誰に教わらなくても当然のことだろ。俺がこの世で一番優しくしたい相手がその子だぞ。花嫁、花嫁って何のつもりだ。言ったろ、この子は僕の妻に迎える。黙れよ、エミリアタンは俺の嫁だ。 It's my wife, nigga. エミリアっていうのか。可憐なこの子にぴったりじゃないか。 Well, you know her fucking name. その子の何を見て花嫁なんてザレ事。顔だよ、顔が可愛い。愛なんてそれが全てでしょ。お前死んだ方がいいかしら。ティーナ、どこにやった。見つけた、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 見つけた。 Where's she from? ごめんね、気づかなくてごめんね。でもやっぱりそうでした。なんだ。そこにいたのね、あなた。私の愛がやっと届いた。だから帰ってきて。 The fuck is she going on about?Oh, they were alike. They were very alike. それってある意味ペテルギウスの権利の侵害だよね。私とあの人は愛し合っていた。だって日になっても何でも目があった。恐る恐るあの人のものを持ち出して欲しくなれなかった。食事の残りをすすっても許してくれたし。 I forgot about the townspeople. Hold on. 私に名前を変えた。 Oh my god, are they dead?やめろ。俺のためを思うなら周りを巻き込むな。あなたのお願いでもお断りします。だってやっとまたこうして会えた。それなのにあなたはまだ耐えろ、我慢しろ、そうおっしゃる。そんな見たこともない精霊の娘を連れてどの口で待てと。ヤクザお前、どうせ本当の狙いはあの薄汚い銀髪のハンマだろ。そんなにあれが恋しいならあなたの前で焼いて。Oh damn, damn。あのさ、盛り上がってるところ悪いんだけど、そろそろ時間なんだよね。自由時間は終わり。Free period is over。この僕に感謝するといい。待て、その子置いてけ。考えたんだけどさ、式に神父側の列席者がいないのも寂しいし、横連帽までしてた君を招待しないってのもちょっと哀れで薄情すぎる話だ。だから。What the fuck? What the fuck? さっきまでの君の失礼な態度だけど。 Oh my god! ってことにしよう。ガーフ、大丈夫？さっきすごい変だった。お腹とか痛い？なんでもねえ。もし、お二人ともなんか俺様たちに用があるってんですかよ。妻から話を聞きました。お二人は息子の恩人だそうで。大したことはしてねえよ。お礼をさせてください。私に何かできることがあれば。一個だけ聞きってえことがあるんだが。どうぞ。私で答えられるようなことであれば。あんたの奥さん、リアラってのは本当の名前かよ。どういった意味でしょうか。そのまんまの意味だよ。レイドはいつでも真っ向勝負ってな。本当はリーシアって名前なんじゃねえのか。あなたは妻の何を知っていらっしゃるんですか。 That's his mom. 俺様も知りてえことなんだよ。 That's his mom for real. どうやらあなたには本当のことをお話しすべきのようですね。リアラは私と出会った15年前からその以前の記憶がないのです。記憶が Lost her memory. 嵐の夜のことでした。私は商談の帰り道、大きな崖崩れの現場に遭遇したのです。妻はその土砂災害に巻き込まれ、生き埋めに。母ちゃん、お母さん、
行ってくるわね。きっとあなたのお父さんを連れて戻るから、それまで待っていてね。事故のせいか彼女は何も覚えていなかった。分かったのは着衣にあった取れかけの名札。わあ。そのまま彼女の名は夜に咲く花の名を取ってリアラと呼ばれるようになりました。それであんたと結婚したのかよ。私は妻を愛しています。彼女は私の妻で大切な女性です。 That's all, man. こんなことを聞くのは忍びないですが、お尋ねしたい、あなたは私の妻リアラとどういったご関係なのでしょうか。She was my mom. 俺様はあんたの奥さんと何の関係もねえさ。Just tell the truth, bro. Don't be hard-headed. ありません。あなた、よかった。ゴージャスさんとミミさんも一緒で。リアラ、どうして？これ私が作ったソアリエです。味には自信があるんですよ。おお、やったー、お菓子嬉しい。じゃあ今度こそ帰るね。ゴージャスタイガーとゴージャスミミはこれにておさらばだぜ。That's sad, bro. That's so sad. ガーフ、泣きそう。は？何を言い出しやがんだよ。なわけねえだろうが。ガーフが強いのは知ってるけど、別に強がんなくてもいいよ。リアラ、ガーフのお母さんなんでしょ？だってガーフとリアラの匂いすごい似てた。だからそっかなって。なんだよそれよ。あの人は俺様の母さんなのかな。わかんねえよ。けど俺様が名乗り出ても何にもならねえ。よしよし。何のつもりだ。男ってなんか泣いていい場所じゃないと泣けないんでしょ。多分女の胸の中だった気がする。惚れた女の胸で男は泣いてもいい、お嬢が言ってた。誰がてめえみたいなチンチクリに惚れたってんだよ。大丈夫。ガーフが惚れてなくてもミミが惚れてるから。ほら、ガーフに惚れた女ミミ、その胸だから泣いても大丈夫。Bro, I fucking love ReZero, man. Casa. Bro, you're trying to make me cry. Forget about me. Emotions, man. Fucking emotions. 本当に会いに行かなくていいの？いいんだ。懐かしい。ミミお母さんとかいないからよくわかりませんな。母ちゃん、わかんねえのか？そうだよ。三つ子だから育てんの苦労しそうって捨てられたっぽい。あ、そういえば。うめえな。ママ、うまい、うめしい、うめしい。たく、めめしいったらねえぜ、俺様よ。ああ、クズリクの皆さん、聞こえてやがりますか？ The fuck? 私は魔女教滞在式を指揮。 Lust。カペラエメラダルグニカちゃん様です。 So everyone just here?Oh my god. 目覚めたみてえじゃんか、兄弟。ある。おうよ、いっぺん見りゃ忘れられねえあるさんよ。
また七面倒くせえ状況だな兄弟。エミリアとベアトリスは？お姉ちゃんの方は知らねえが、兄弟の相方の養女ならあっちに寝かせてあるね。ベア子無事でよかった、本当に。走っちゃダメだよ、スバル君の傷は絶対安静なんだから。ダイオン、俺が兄弟見つけた時はあんまりグロいんでビビったぜ。ちぎれかけの足をベアトリスちゃんがつないで、それをフェリちゃんが重ねて直してくっつけたってわけ。これ寝てるだけなのか。仮死状態に近いみたい。限界までマナを使った反動ってやつだよ。あのチビが涙目で呼ぶもんだからついてったら、広場が血で真っ赤っかだった。ルスベル、兄弟と同じ怪我した奴らがゴロゴロ転がってるのを、その幼女が治癒魔法で何とかしててよ、大したもんだぜ。ベアトリスは大丈夫なのか。このまま寝かせておくだけじゃ回復しない。眠ってる理由はマナ不足だから、それが補えれば目覚めるはずだけど。さあ、泣き言ほざいてる暇はねえ。俺も見に行けよ。はい、そこまで。ネグ、ヒールファースト。命の無駄遣いなんて。ヒールファースト。悪い、焦りすぎてた。あ、そうや、足の礼も言ってね。別にお礼が欲しくてやってるんじゃにゃいの。言われた方が気分はいいけど。助かった、ありがとう。どういたしまして。 So is that their plan? 大将、エミリア様。ゴージャスタイガーさん、私の子供たちを見かけませんでしたか。今日は朝早くから遊びに出かけてしまって、二人とも避難所にもいなくて。あの二人が。はい、それにあの放送、あれを行うためのミーティアは都市庁舎にあるんです。夫はそこで働いていて。ガフ、オーデーン。大丈夫です、あの子たちも毎朝都市の放送は聞いているし、あの人も昔から抜け目がないから。Go ahead, Garfield. 子供と旦那は俺様が見つけ出してきてやる。 Go ahead, Garfield. Gorgeous tiger. Damn, this season is so great. But Subaru did it right. He did the first encounter right. Amelia had to get taken, which is crazy. It's crazy, but Amelia had to get taken. Ah, so much shit going on.